はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。1月19日ですね。今日はね、天気がいいですね。さんさんと日が入ってきたのが、こっちがペンペンしてるでしょ。でも寒いですね。はい、11時回りました。今日はね、11時前に入りましたね。ちょっと早いかなっていう感じですね、いつもより。はい、今日ね、ニュースないですね、なんかね。なんもないなと思いながらね、朝スマホ見てたんですけど。ザクザク行きましょう。夕刊フジのサイトでございます。スクープ最前線。ね、どうでしょうね、2週間に1回ぐらい出るんですかね。ちょっと最近ネタに困ってはるんじゃないかなという感じはしますけどね。今日出た、ね、こんな感じですね、タイトルは。貼りませんよ、これ。こんなん貼ったら、あかんもん。米大統領就任式、襲撃計画か、当日は州兵2万人超投入で警戒、厳戒態勢。中国は米の政治空白を突き、尖閣領土宣言 X で設定って書いてあっても、最初の方はね、そんなに面白くない。その大統領の就任式に向けてなんやかんやでいっぱい出てきてんで、みたいな、いろんな話が出てきてんでっていう。こんなん書いてありますね。米、これ何やろこれ。いらん。米情報当局者は、数万人の米国民がバイデン一家と中国との疑惑に怒っている。バイデン氏は疑惑払拭に必死だ。中国が南シナ海に強引に建設した人工島軍事基地への奇襲攻撃や、新疆ウイグル自治区での人権犯罪の追及、新型コロナウイルスパンデミック、過去世界的大流行の責任追及と巨額賠償請求など、中国共産党攻撃の検討に入った。ほんまかいなって言われてね。だが政治空白は避けられないと語った。その政治空白をついて、中国は信じられない暴挙を企てている。以下、日米情報当局関係者から入手した情報だ。習近平国家主席率いる指導部が海警局の攻勢に対し、尖閣周辺海域での日本漁船や海上保安庁の巡視船への発砲を許可、武力で追い出して尖閣諸島の中国領土宣言をする X でを設定したという情報がある。これ以下書いてあるんですけど、それないと思いますね。その習近平さんって意外に臆病ですからですね。尖閣諸島というのはアメリカが日米安全保障条約の適用範囲内と言うてるわけでして、そこでですね、そういうことをやらかすとですね、アメリカのミリタリーとことを構えるということになるんで、それはいかにもまずいやろうということになりますね。で、ロシアがね、5、6年前ですか、ウクライナに侵入してですね、なんとかっていう港をですね、自分のものにしたでしょう。あれで制裁を受けたわけですね、経済制裁を。今でも続いてますけど、それで非常に経済的な苦境に立ったわけで、立っているんですよ。それとね、同じことが中国にも起こるというふうに考えるとですね、あんまりね、無茶なことはできないわけですね。でですね、トランプ政権は12日、2018年2月に承認したインド太平洋戦略に関する内部文書を公開した。実に30年も早い機密解除だって。これね、トランプ政権がですね、その着々とバイデン政権にタガをはめようとしてるんですね。中身は1、紛争時に第一列島線内で中国軍の空と海の支配を阻止する。2、台湾を含む第一列島線に位置する国地域、括弧尖閣諸島を含む、もう米国が防衛するといった確固たる意思を示し、日本をインド太平洋の安全保障体制の柱とした。異例の機密解除はバイデン次期政権に対中強硬政策と自由で開かれたインド太平洋 FOIP 構想を引き継がせることを強く狙ったものだ。だがバイデン氏は安全で繁栄したインド太平洋と言葉を変え、態度を明確にしていないね、ということですね。明日、1月20日がですね、大統領就任式が行われます。まあ、日本時間でいうと21日になるんですけども、そこで、
まだ順調にですね、行われればそれはそれでいいんですけど、まあ、なんかありそうな気もしますね。厳戒態勢と言われています、何かありそうな気もします。でそこで中国がですね、政治的空白をついてですね、何かしてくるんちゃうかというのはこの記事なんですけども、ちょっとそれ無理があるんちゃうかな。そんな根性ないで、中国そんな。その、ね、尖閣をね、取ってしまったらもう明快な侵略行為なんですよ、誰が見ても。ね、多分西側世界誰も認めないと思うんですよ。そうすると、ロシアとウクライナ、東ウクライナの関係みたいになってしまってですね、もう、どう言いましょうね、制裁、経済制裁的なことを受けるわけであって、中国に対して一切投資をするということははばかれる状態なのですね。そうすれば、経済的にかなりの苦境になるのが目に見えてますから、そこまでしてあんな小さな島をね、取るとは思えないんですね。同じやるんやと台湾取りに行くんちゃうかなという気はしますけど、それは尖閣で台湾でしょう、大きいですからね、同じリスクをね、犯すんであれば。まあそのあたりは、まあなってみなきゃ分かりませんけど、普通に考えるとそういうことですね。だからちょっとこの記事も煽りすぎかなという気がします。見つけてください。米大統領、就任式襲撃計画か、当日は周辺2万人超投入で厳戒態勢。中国は米の政治空白を突き、尖閣領土宣言 X で設定と。スクープ最前線というシリーズでございます。はい、まあ楽しんで読む分にはいいと思いますよ。はい、ありがとうございました。